では、韓国語の音読です。音読でどこまでいけるか。1日5分の音読です。じゃあ、ここから読んでいきましょうね。感情や反応に関する表現。嬉しいです。きっぽよ。悲しいです。するぽよ。楽しいです。ちゅるごうよ。ちゅるごうよ。怒っています。話すよ。疲れました。ごんへよ。 緊張しています。きんちゃんでよ。驚きました。ぬらっそよ。がっかりしました。シルマヘッソよ。怖いです。むすぼよ。恥ずかしいです。ぷっくろぼよ。人を紹介する表現。こちらはまるまるさんです。いぶぬんしえよ。彼は私の友達です。

どちらのご出身ですかお、ディ、チュル、シニセヨ。どうぞよろしくお願いします。チャル、プタク、トゥリョヨ。一緒に働きたいです。カッチ、イラ、ゴシポヨ。あなたの趣味は何ですか注意、ミが、モえよ。食事や飲み物に関する表現。ビールをください。メクチュン、ジュセヨ。 メクチュジュセよコーヒーはブラックでお願いします。コピーヌンブレグロジュセよワインはありますかワインいっそよ肉を食べません。コギルアンモゴヨ。魚が好きです。センソヌルチョヘヨ。デザートをいただけますか リジョートゥー・ジューセヨ注文をお願いしますチムナルケヨもう少し待ってくださいチョムドキダリョウジュセヨ辛い食べ物が好きですメウンウムシクチョヘヨ飲み物をくださいウムニョスジューセヨ 天気や気候に関する表現。今日は暑いです。おぬるちおよ。今日は寒いです。おぬるちおよ。雨が降っています。日がわよ。雪が降っています。ぬにわよ。風が強いです。パラミカンヘヨ。天気がいいですね。なるしがちわよ。晴れています。 丸がよ。曇っています。不良よ。今何度ですかちぐむみょうとえよ、ー。天気予報は何ですかいるげぼもえよ。予定や時間に関する表現。何時に出発しますかみょしえちるぱれよ。会議は何時ですか ふえ、うぃぬん、にょ、しえよ。予定があります。約束そぎいそよ。約束約束かな約束そぎいせよ。明日は忙しいです。おぬるパッパよ。おぬるパッパよ。明日は暇です。ねいるん、はんがえよ。何時に終わりますかにょしえ、くんなよ。 食事はいつですかチョムシム・オンジェよ。会議は延期されました。フェウィがンギですよ。遅れてすみません。ヌジョソ・チェソンヘヨ。約束を守ります。約束を守ります。約、え、束、ー